はい、どうも笹原です。今回は膝痛が一瞬で消える膝の痛み変形性膝関節症に効果のあるテーピングの貼り方3選についてお伝えします。もう今すぐこの膝の痛みが楽になってほしい。膝の痛みや違和感なく楽に歩きたい。そのような状況の方におすすめしているのが湿布でも薬でもなく、実はこちらのテーピングです。こちらのどこの薬局にも売っているキネシオロジーテープ、こちら50ミリの太さですね。こちらのテープを正しく貼ることによって今ある膝の痛みの改善につながったりとか、楽に歩けるような状況を作ることが可能になってきます。ただ間違ったテーピングの貼り方をしてしまうと効果が半減してしまいますので、今からこのテーピングの正しい貼り方を一緒に実践していきますので、この動画を見ながら一緒にテープを貼っていきましょう。ではまず最初に重要な、なぜこの膝の痛みとか歩き方にこんなテープが効果あるのかなんですけども、膝の痛みの原因のほとんどがこの足の筋肉が弱ってるからではなくって、この膝周りの筋肉が過剰に頑張りすぎて使いすぎてしまってるからです。これはどういうことかというと、膝が悪い人は共通して歩き方などの動作が悪くなっています。で、歩き方などの動作が悪くなると、この太ももの前の筋肉に過剰に負担をかけて歩いたり動作をしているケースが多いです。さらに股関節や足首の動きが悪くなって、膝周りに過剰に負担がかかって、それをカバーしようとして膝前の筋肉が過剰に頑張りすぎる。その結果、もうそんなにやめてよって悲鳴を上げて痛みが出てくる、このケースがほとんどなんです。しかしこのような頑張りすぎてる筋肉にこちらのテーピングを貼ってあげることによって、頑張りすぎてる筋肉のサポートをしてくれるので、その結果膝の痛みの改善や歩きやすさにつながってくるんです。特に膝の痛みを抱えている方はこの太ももの前の筋肉、内側の筋肉、外側の筋肉がガチガチに固まってしまって痛みになってしまってますので、今からこの3箇所のこのテープの貼り方を一通り実践してきますので、この動画を見ながら一緒に貼っていきましょう。ケアを実践する前に一つ大事なお知らせがあります。2022年12月23日に私の本が発売されることになりました。人生100年時代と言われる現代で、100歳まで自分の足腰を保って健康でいるということがかなり大事な時代になっています。ただどうすれば100歳まで自分の足腰を保てるかってわからないですよね。その足腰の作り方を具体的に書いた本がこちらになります。で、こちらの本も Amazon でご予約することができます。で、そちらが下の概要欄からご予約できますので、ぜひこの本購入いただいて100歳足腰を一緒に目指していきましょう。ではまずこちらの肌色のキネシオロジーテープです。これの太さが50ミリですね。こちら薬局にキネシオロジーテープの50ミリと記入されてます。そちらをまず購入するようにしてください。で、次にこちらのテープハサミで切るんですけども、この長さがまずこの太ももの前ですね、この前の膝から股関節の真ん中あたりですね、これ大体いいです。真ん中あたりからこの膝を越えてこの前にお皿があるんですけど、お皿をちょっと下に行ったさらに先にポコッと出っ張った骨があります。そこのところまでこのテープを測ります。で、これで測ったらこの箇所までハサミで切ります。で、こちらのテープができたら、次はこの膝の内側のやや足首寄りのところですね、やや足首寄りのところ、これ大体ですから、この内側の、太ももの、内側の真ん中あたりまでですね、真ん中あたりまで長さ測って、次はここでハサミで切ります。で、これで内側のテープも切ったら、次は外側のこの膝の外のちょっと下あたりにポコッと出っ張った骨があります。こちらにテープを置いてもらって、でそこからこの外側のこれも真ん中あたりまでですね、真ん中あたりまでテープを測って、こちらもハサミで切ります。で、こちらの3本が用意できたら、最後もう少しだけテープを用意します。で、そのテープですけども、こちら切っていただいたこの横に線があります。この線大体2個分ぐらいですね、2個分ぐらいをこのような形で切ります。で、この4本で片足ですので、もう片足もこういった形で4本用意してください。はい、では用意できたら、次は実際にテープ貼ってきますね。まずこちらのちっちゃいテープを用意してください。この小さいテープのこの
真ん中ですね、この真ん中をちょっとこのような形で折ってください。で、折ったらこの真ん中からさらに半分あたりのところまでこのような形でテープを剥がしてください。で、次にこのテープをこの膝の前にお皿があります。硬いお皿があって、お皿を下にこうやってしていくとお皿の一番下の際のところに行きます。するとその下からプニュッとちょっと柔らかい部分になって、そこからさらに下に硬い骨が触れます。この下の硬い骨とお皿の下の部分のこの間の部分ですね、ここに室外化脂肪体というクッションのようなものがあります。で、ここのクッションには痛みを感じる神経がたくさんあるんです。で、膝の痛みを抱えている方はこの室外化脂肪体というクッションがガチガチに硬くなって、で、この辺の皮膚表面も硬くなって痛みを引き起こしている方が非常に多いです。で、この表面が硬いままやと痛いままですので、このテープを貼ることによってここの皮膚の部分にゆとりを持たすことができるので、神経の興奮を落ち着かせることにつながってきます。では、この箇所にどうやって貼るのかというと、まずこのテープですね、テープを軽く引っ張ってください。引っ張った状態で先ほどのお皿の下の部分とこの出っ張った骨のこの間の部分ですね、ここの部分にこのテープの真ん中の部分を軽く引っ張った状態でペタッと貼ります。で、引っ張ったらこの残ってる部分を剥がして、で、剥がした部分は引っ張らずにペタッと貼ります。ここ引っ張って貼ってしまうとテープが剥がれやすくなりますので、左右の端っこの部分はこのような形でペタッと貼るだけにしておいてください。で、このような貼り方をすることによって、テープがキュッと縮むときに皮膚がクッと引っ張られて、ここの部分のゆとりができて痛みの改善につながってきます。では、この貼り方ができたら、次は一番最初に切った長いテープを用意してください。で、このテープこのまま貼ると結構剥がれやすいですので、もし剥がれにくくしたい場合はこの端っこを丸くですね、丸くハサミでこのような形で切っておいてください。で、四隅を切ったら、次はこの端っこの部分の、ちょっと線1個分ぐらいですね、をこのような形で、剥がしてください。で、剥がしたら次はこの膝を自分のいける範囲まで曲げていってください。曲げてもらって、で、この曲げた状態のまま、この、テープの貼った下の、出っ張っている骨の部分ですね、骨の部分にこのテープをこのような形で当てます。で、当ててもらったら、次はこのテープをビローって剥がしていくんですけども、この時に貼る時にクッと伸ばしてしまうと効果が全然効かなくなってしまいますので、テープは伸ばさずに皮膚にもうペタッと貼り付けるぐらいでいいです。この真ん中に沿ってですね、ちょっと見にくいのでこうやってしますね。このような形で膝を曲げたまま太ももの真ん中の部分ですね、を上までぐーっと貼っていきます。で、このような形で太ももの前が貼り終わったら、一つ目のテープの貼り方終了です。で、このテープがこう膝を伸ばした時にシワができると思います。このシワができている時にキュッと引っ張ってるんですね、皮膚を。で、さらにこのテープがシワができている時はギューッと縮んでるので、これが縮む時によってこの太ももの筋肉のサポートをしてくれるので、この太ももの筋肉の負担減少につながってきます。で、これ貼り終わったら、次は2枚目に用意してもらったこの内側のテーピングを貼っていきます。で、貼り方ですけども、先ほどと同じようにこの端っこの部分をまずはピラッとめくります。で、次はこの膝の内側の部分ですね、膝の内側のやや下あたりですね、これも大体目安でいいです。下あたりに貼ってもらったら、この内側に沿ってテープを貼ってきます。で、この時もテープをグッと伸ばさずにペタッと貼るだけです。ペタッと貼る形でこの上までテープを貼っていきます。では、この形で内側のテープが貼れたら、最後3本目は外側にテープを貼ってきます。で、外側も貼り方は一緒です。このテープを剥がしてもらって、で、この外側の出っ張った骨の部分ですね、ここにテープをペタッと貼ってもらって、で、テープをビローっとめくっていただき、で、最後外側に貼っていきます。で、これも、伸ばさずですね、グーッと伸ばさずに外側に
この沿ってテープを貼っていきます。でテープがちょっと長すぎたなと思ったらここで切ってもらっても大丈夫です。ただちょっと、私今 そのままここまでグッと貼ってしまいますね。はい、では今片方貼り終わりました。でこの貼り終わった後でちょっと足動かしてみてください。で貼ってない側と貼ってる側でこちらの方がすごい足を動かしやすくなります。で足上げするのもこっちの方がスッと足がもう上がって降りてするんですね。それはこのテープがこの筋肉の代わりをしてくれてるからです。なのでテープ貼ることによってここの足にかかる負担が減るので歩いたりとかするときに違和感なく歩きやすくなりますし、これが負担を軽減してくれるので膝の痛みの改善にもつながりやすくなります。で膝は例えば右の膝が痛かっても痛い間に反対の足でかばって歩いてたり使いすぎてしまうことが多いので、こちらが落ち着いたら逆の膝の痛みが目立つことがかなりあります。なので痛い側だけにテープを貼るのではなくて必ずもう片方も用意していただいて、もう片方にもテーピングを貼るようにしておいてください。はい、では記念使用テープ実際貼ってみていかがやったでしょうか。でこのテーピングは思ってる以上に効果があります。なので今すぐちょっとこの膝の状態を落ち着かしたい、あとはこの膝の状態が落ち着いた状態で歩きたい、このように思われている方はぜひこのテーピングを活用してみてください。ただこれはあくまでこの膝周りの筋肉のサポートをして痛みが落ち着いているだけです。なのでこのテープを貼ることによって膝が根本的に解決するわけではないです。膝関節は膝周りの筋肉をちゃんとケアしたりとか、あとはこの上の股関節や足首の動きを良くして膝にかかる負担を減らしたりとか、そのようにしっかりとリハビリしていくことによって根本的な解決につながります。ただそのやり方が具体的にわからないと思いますので、膝の痛みを自分で改善して杖なし手術なしで一生自分の足で歩くための3ステップ動画講座という3本の動画をプレゼントします。そちらが下の概要欄から受け取ることができますので、膝の痛みを根本的に解決したい方はぜひそちらの方も覗いてみてください。では動画以上になります。次回の動画でもお会いしましょう。さよなら。